Part A Reading Aloud Part A は全部で2問あります。聞いている人に意味や内容が伝わるように英文を声に出して読んでください。はじめに準備時間が30秒あります。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。回答時間は30秒です。例題です。 あなたは留学中です。今、あなたは学校のクラスで、あなたが初めて留学先の国に到着した時のことについて話すことになりました。次の英文を声に出して読んでください。例題は本番とは異なり、準備時間15秒、回答時間20秒です。また本番とは英文の分量は異なります。はじめに準備時間があります。 録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。 これで例題は終わりです。No.1 <Number one. S> あなたは留学先の学校で昼休みの時間に放送を使って新しくできたクラブについて案内することになりました。次の英文を声に出して読んでください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。 No.2 留学中のあなたはホームステイ先の子供に物語を読み聞かせることになりました。次の英文を声に出して読んでください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。 This is the end of part A. Reading aloud. Part B. Listening and responding.Part B は全部で4問あります。質問に答える問題が3問と、あなたから問いかける問題が1問あります。与えられた情報をもとに英語で話してください。準備時間は10秒です。録音開始の音、 がなってから回答を始めてください。回答時間は10秒です。例題です。ここでは、与えられた情報をもとに、英語で答える例題を紹介します。あなたは留学中です。友達と一緒に近所の音楽教室に通おうとしていて、あなたはその音楽教室のチラシを見ています。友達からの質問に対して、 与えられたチラシの情報をもとに、英語で答えてください。はじめに準備時間が10秒あります。準備時間が終わると質問が流れます。質問が終わると録音が始まるので、すぐに回答を始めてください。 Which music classes are on Wednesdays? Number 1 and Number 2 ナンバーワンとナンバーツーでは与えられた情報をもとに英語で適切に答えてください。留学中のあなたは友達と学校の掲示板に貼ってある来年開催される地域のイベントのポスターを見ています。友達からの質問に対して与えられたポスターの情報をもとに英語で答えてください。録音開始の音 がなってから回答を始めてください。What are all of the events in September? Number two. 留学中のあなたは友達とコンサートに行くためにあなたのいる場所から会場までの行き方をあなたの携帯電話で調べています。友達からの質問に対して与えられた情報をもとに英語で答えてください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。 ナンバースリーは同じ場面ででの問題です。ナンバーでは質問に対するあなた自身の答えを英語で述べてください。 ナンフォ4では、あなたから相手に英語で問いかけてください。ナン No.3 留学中のあなたは、2日間で行われるサマーキャンプに参加していて、初日の活動の案内を見ています。キャンプ担当者からの質問に対して、与えられた活動の情報をもとに、あなた自身の回答を英語で述べてください。録音開始の音。 が鳴ってから回答を始めてください。Which activity do you want to do? No.4 次に、あなたはキャンプ2日目に行われるイベントについての案内を受け取りました。あなたはその内容について案内に書かれていないことでさらに知りたいことがあります。知りたいことをキャンプ担当者に英語で尋ねてください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。 We are going to have a walking event. This is the end of part B listening and responding. Part C Telling a Story Part C は4コマイラストの問題です。これから画面に表示される1から4のすべてのイラストについてストーリーを英語で話してください。はじめに準備時間が30秒あります。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。 回答時間は40秒です。このパートには例題はありません。あなたは昨日あなたに起こった出来事を留学生の友達に話すことになりました。1のイラストに描かれた人物になったつもりで、相手に伝わるように英語で話してください。 Are you ready now? Please begin. This is the end of part C. Telling a story. Part D. Expressing Your opinion.Part D は、英語で話される音声を聞いた上で、質問に対する自分の考えと、そう考える理由を英語で述べる問題です。英語の音声は2回流れます。その後、準備時間が1分あります。 録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。回答時間は40秒です。このパートには例題はありません。海外姉妹校の生徒であるマイクからビデオレターで質問が届きました。そこであなたは英語で回答を録音して送ることにしました。ビデオレターの音声を聞き、 あなたの意見を述べ、そう考える理由を詳しく話してください。日本の地名や人名などを使う場合には、それを知らない人にわかるように説明してください。Hello. At my school, the students are going to choose a place for this year's one day school trip.We can go to a mountain or an art museum. In your opinion, which is better for students? A trip to a mountain or a trip to an art museum? Tell me why you think so, too. I'm waiting to hear from you. Listen again. Hello. At my school, the students are going to choose a place for this year's one day school trip. We can go to a mountain or an art museum. In your opinion, which is better for students? A trip to a mountain or a trip to an art museum? Tell me why you think so, too. I'm waiting to hear from you. Are you ready now? Please begin.